さあ、ですね、S ランクのリスキーモブ、ね、がいそうな場所を見つけたんですよ。このザンブレク広告料の、林道を抜けた先からなんかドラゴンの咆哮が聞こえるっていうことで、はっきりとした場所が分からなかったんだけど、いろいろちょっとね、歩いてみて、ここで、前回まではね、こっから先はね、行けなかったんですよ。だけど、ディオンのバハムート戦が終わった後にここ来てみると、門みたいなね、扉が開いてて行けるようになってたんですよね。だから、おそらくここだろうなということで、ちょっとね、ここまで来ました。で、ここから先はね、やっぱ、ドラゴンと戦うのにちょうどいい立地なんで、多分ここにいると思うんですよ。だから、ここからちょっとね、録画しながら、行きたいと思います。多分いると思う、ここに。もうなんか、いそうな匂い、プンプンするもんね。こんだけ広い場所で新しい土地に出ないわけがないと思うんですよね。なので、おそらくここじゃないのかなと。いたらいたでちょっと戦いますけれども、いなかったらまた探しますけど。あ、来たんじゃないか、やっぱり。さあ、何来る？来ましたね、やっぱドラゴン。さあ、何でしょうか、こいつは。スバローグ S ランク、ノトリアスマークスランク S。やっぱそうですね。出ました。正解。レベル 50？ 50？ 嘘、高いな。俺レベル40か。おお、バハムートみたいな攻撃。これはどうやって？これは攻撃。ああ、ダメージ食らった。やべやべ。余計なことしない方がいいな。あんま避けた方がいいか。どうなんやろね。レッドドーン。なんや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 、火柱火柱。下からも来る。うう、横。横レーザー。危ない危ない。レーザーじゃないか。うわっと、これは怖い。うお、何しようね、あいつ。びっくりした。 HP が俺半分ぐらいしかないやん、もう。やば。これはちょっとアイテムを使っていかないとやばそうかな。レベルにちょっと差があるんでね。でもやりましょうか。で、この間ディオン戦でね、ディオンのバハムート戦で気づいたんやけど、焦らないでいい、全然。焦らないでいい。焦るからカウンター食らったりするから。あれがね、ちょっとギガフレア見えへんねんな。急所に当てたら多分ダメージが黄色くなると思うんやけど。うわっ、これ食らったらやばしる。うお、どないやねん、一発で削られた。やばいね、やっぱ、今言ってたバハムト戦で学んだんやけど、焦ったらああやって攻撃食らうから、もうヒットアンドウェイを徹底した方がいいね、これだけ強いと。焦らないでも絶対勝て、うお、食らうんか。危ない危ない危ない。もうちょっとポーション。やばいな、これ。めちゃくちゃ強いな。やばい、攻撃はしっかり避けていこう。これからちょっと、これな、これな。 あれ怖いよ。 この後しっかり避けないと。タイタンで避けてくれたらカウンター入るんかな。どのタイミング、どのタイミング攻撃 攻撃読めない。よし、来た。だからなんだ、対してダメージ入ってない。57、57、57。やばい、見えない、見えない。どうなってんの？ダウンスポッパー？ダウンではない。 HP がやばい。ポーション使っとくか。さあ、テイクダウン。ここでリミットブレイクしたらよかった。ポーション使わないでも。ここでギガフレアだろう。顔面に叩き込め、ギガフレア。いいね。そこでメガフレアいらん。くらえ。4万2719、5万は乗らへんかったか。ここで焦らない、焦らない。さあ、突っ込んでくるか。ドラゴンダンス123456発。おお、6発の後にこの横レーザー。縦も来る。すぐ突っ込んでも来る。ああ、この後、おお、ドラゴンダンサーやばいな。ちょっとコンボ技出してきよんな。
聞くんか、あのタイタンパンチ聞いてんのか、ジル何突っ立ってんだお前、戦え。おいほら、だからダメージ食らう、そこ動かない、これなんか衝撃波がすごい、あー来た、危ない。この後はちょっと攻撃したいね。さあギガフレア顔面叩き込む、顔面どこや、ここやろ、いってる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 、顔面いってる顔面、あ首ぐらいやったな。でもまあ黄色ダメージだから急所近くに当たってるから。さあまた来た、レッドドーン、レッドドーンはこのなんか V 字に迫ってくる、これ避けるジャンプで、これはでも運動会みたい、こう避けて走ってジョグできる、ジョグ。さあ HP が約半分まで来ました。うん、何、うわ縦レーザーからの爆破、次は横、次も縦、危ない逆使った、危ない、危ない、危ない、面白いな、次も縦、1、2、3、あ3発で終わり、焦らないで焦らないで、時間かかってもいいから実直に戦おう。さあ跳ね、プレディションドッジかける6、この後ちょっと硬直入るんやな、ジルなんとか頑張れ、おい1、2、3で、この後、突っ込んでくる、危なかった、やばかった。さあ、ギガ、フレア、頭どこや、頭、頭狙って、おお、結構入ってる、ダメージが拡散してる。さあ、それでやっとちょうど半分ぐらいか。ギガフレアをあんだけ当てても、やっと半分、あ、もう食らった。これ、ジャンプで避けた方がいいか。プレジションで失敗すると、ダメージ食らうな、あの衝撃波みたい、あー危ない、今のはプレッションで避けとくべきだったけど、ジャンプで何とかかわせた、あー怖かった。危ない、これジャンプで、あそっち行ったらかそっち行ったらか、この丸い玉を避けながらこの下の爆破を、危ない、ここはプレジションで狙った方がいいか、何来る、このあと爆破だな、爆発してのもう一発来てから突っ込んでくるんじゃないか、確か1、2、3で突っ込んでくる、突っ込んでこないのか、歩いてくるのか、どっちやねん攻撃ができないパターンがよくわからへんな、まだ。ギガフレアが溜まってから、ギガフレア押しでテイクダウン、テイクダウン取った、あ上行ったらあかん、上行ったらあかん、上行ったらあかん、サテライトビーム首が震えとんだ、くらえタイタンパンチや、ついでに遠征の炎、いやー44,279、5万は乗らへん、やっぱギガフレアを残しとかんとあかんな、そこはな。エンブロイル、やばいやばい、ジャンプタイミング測ってジャンプ、タイミング測ってジャンプ、タイミング測ってジャンプ言っとかなタイミングつかめへんわ、おー来た、お前それむちゃくちゃ怖いんやから、あさっきリミットゲージ、リミットオーバー使ってもよかったな。さああと 30% ぐらい、ブレイジングレギオン、あこれがブレイジングレギオン、玉よけ運動会、玉よけ運動会、さあさらに下の爆破も来るよ、下の爆破も来る、さあ爆破、そしてもう一発、1、2、3、そして次も縦攻撃、縦攻撃の爆破、そして縦攻撃の爆破で、次下級、あ休憩、あ休憩ない分からへんだ、パターン化して、おフェンリルになってるトルガルが知らん場に、よしジルもシバーなってええんやで、おー怖い、クソでは怖い、ここは行く、
OK。 テイクダウン、ウィルゲージはまだまだ残ってるか。テイクダウンはまだ先。ジャッキーがフレアで頭こっち向けろ。え、なに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 、何がどうなってんのこれ見えない見えない、近すぎて。ここは負荷を失い、ここは負荷を失い。さああと 20% ぐらい。さあ玉よけ運動会始まりました。今回もジャンプで避けますよ。あの衝撃波がちょっと長いね。油断しないと2回ぐらい飛んどかないと。こいやばい。さあ V 字の爆破が来る。やばい、挟まってる、はまってる、やばい、なんとか逃げて。よしよしよ、おー来た、ピュー、ごめんやろ、抱き上がってさあ天性の炎、これでウィルゲージは削るけど、どこにいる、どこにいるスバログ。あ、見えた、見えた、右に見える。まだウィルゲージはまだ、メガフレアは今ちょっとやってる余裕がない。空中に飛び上がったらやばいけど、ほらやばいって知るって。危ない、あとちょっと、あと 15% ぐらいかな HP。 それからウィルゲージもあと少し。危ない危ない危ない、遅いの俺だった。食らわんでよかったわ。でもあ、衝撃波、おお、よいしょ、うお、風雲竹市場みたい。うわ来いこのまま削れ、ランジで、あ違う、ランジやって、どこ行く、うわーやばい、死ぬ。ちょ、ウィルケージが削れへん、テイクダウン取れへん、あと少しやろうに。くっそ、焦ったら、うお、弾がなんか多くないかこれ、弾多くないか、おい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 、増えてないか弾たまたまか、おい、危ないって。やっぱ端っこはやばい、逃げ道がないから。さあ来いスバローグ。さあ6発のパターンか、これは。あ、危ない、やばい、突っ込んでくると思ったのに。攻撃速くなってないか、あ来た、危ない。よし、ランジ、ランジ失敗してる。ちょ、テイクダウン取りたい、ランジ失敗してる、ここに来てここに来て、おお、どこやってる、おい、う、死ぬ死ぬ、もうやめてよ、あとちょっとなんや。テイクダウン取れよ早く。うわー来た、もうギガフレア食らいやがれ、タイタン。あ、失敗した失敗した、焦って失敗した。HP 全然削れてへん。これで最後やろ、決まったやろ、これで天性の炎で。どうや、53683。あー、どこが簡単やねん、どこが焦らんでも勝てるや何がヒット&ウェイや。レベルアップ、え、経験値むちゃくちゃいっぱいくれたな。レベル41、2万5000経験値。お、オリハルコン。高い高度を誇る鉱石の一つ、唯一の鉱脈が枯渇したことで希少性が非常に高くなっている。それから遺跡の欠片、遺跡のかけら、換金専用のマテリアル、これは売り物か。琥珀、これも換金専用。古めかしいクリスタル、これはマテリアル、これも換金専用。あ、全部いらないのこれ、売っちゃっていいの、換金専用だもんね。まあ売るのもったいないから置いとくけど。オリハルコン、これはアルテマウェポンとかあるか、やっぱりセーブザクイーンとかあるか、その辺に使いそうですね。はい、ということで S ランクのスバローグはやはりここにいましたんで、ぜひ皆さんもね、ここを目指して、頑張ってください。レベル50ですね、レベル50だから、もうちょっとレベルアップしてもいいけど、まあレベル40でも倒せないことはないね、別にね。まあアイテムもあるし、うん、まあ、まあ落ち着いていけば、落ち着いていけばいけるんじゃないかな。はい、ということで、経験値2万5000、アビリティポイント300、ギルが3万、それから名声60ということで、リスキーモブ S ランクスバローグ討伐成功いたしました。さすがに強敵だった。
はい、ということで、S ランクのスバローグは、ザンブレク広告料の、このノルバントリで東門から、こっち東側に来て、で、ここの門が、扉が開放されたら、このモルヌブルームっていうところを通り抜けられるので、その先にある、ここですね。ここに、S ランクスバログ登場します。はい、ということで、討伐成功。はい、じゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。また次の動画で、バイバイ。コウジロウゲームズでした。さあ、何来る？来ましたね、やっぱドラゴン。さあ、何でしょうか、こいつは。スバローグ S ランク、ノトリアスマークスランク S。やっぱそうですね。出ました、正解。レベル 50？ 50？ 嘘、高いな。俺レベル40か。